おはようございます。1月7日月曜日、冬季講習最終回です。で、今日だけプレミア公開でやらせてもらってます。6時半にね、集まってくださった皆さんありがとうございます。で、今日最終回なんで、まあ、スーウェイどっちかやろうかなとも思ったんですけど、せっかくなので、まあ、これ中3特訓でね、シリーズやってるから受験生ほとんどだと思います。なので、受験本番までの心得を、まあ、面接のね、あの問題とかもありますけど、こういったところを穴埋め形式でやっていきます。まあ、もしアーカイブで見てる方ね、ちょっとチャレンジしてみたかったら動画止めてね、やってもらっても構わないんですが、まあ自分はこのまま説明始めていかせていただきます。ちょっと噛みましたけど、いきましょう。でですね、まず、ここから受験本番までです。で、一番頑張らなきゃいけないのは何か。で、これは、じゃ国語なのか数学なのか英語なのかって、その科目の話じゃなくって、実は、頑張らなきゃいけないのは、もう体調管理です。なんだそんなことかと思う方いるかもしれませんが、これは譲れない。絶対これが一番大事です。で、あるものある時間を削るのはタブーと書きました。まあ、前動画にもしましたけど、まずここまで1番から4番までがセットね。睡眠時間を削るのは絶対にタブーです。はあ、今何時？3時か。眠い。もう、でもやること言ったんだよな、本当に。寝てる場合じゃねえんだよ、頑張れ、俺も。こんな風にね、なってしまってる方いると思うんですよ。まあ、やることが多かったり、志望校までね、偏差値とか、特定のラインが届いてない人とか、やっぱりいっぱいいっぱいになっちゃうんで、なりやすいんですけど、でも睡眠時間はね、削っちゃダメ。で、睡眠時間をね、その寝てる場暇なんてないって思うかもしんないけど、睡眠時間を削ってしまう方が勉強効率下がるんだよね。記憶力落ちるから。で、集中力も落ちるから。で、しかも体調崩しやすくなるの。だからもう、いいこと何もないんで、睡眠時間は削らないでください。本番は練習の時より絶対時間が多くかかります。これは、その緊張感、そして右が切れていました。緊張感とかが、その本番にならないと当然わかりませんよね。で、普段通りのモチベーションというか気持ちで望める方の方は少ないです。特に高校受験。なかなか難しい。人生初受験の方も多いからね。なので、当日余計に時間かかるのが分かってるから、練習の時に負荷をかけるんです。時間のストレスをかける。そのために時間を減らしてやってください。つまり、持ち物これが必要だよって分かってたら、試験の7日前にもう準備するんです。明日入試だという気持ちでね。7日後じゃないよ。明日入試だと思ってきっちりチェックします。何が意味があるんだと思うかもしれないんですけど、これはですね、例えば、前日に持ち物を用意するとしますよね。そうすると、どんなことが起こるか。受験票を入れたっしょ。で、筆箱を入れて、筆箱の中チェックしたし、定規入ってたもんね。コンパス?あれ待って、待って、コンパスこの前壊れたんだ。やばくない？ちょっと待って、達也が同じ高校受けるから、達也に、いや持ってねえ。いや、それ2個持ってねえよな。どうする？お母さん、コンパス持ってない？こんなことがね、いろんなところで起きる。これほんとよくやらかすからね。ねえ、もちろんそれでコンパスが見つかればどうってことないと思うと思うんですけど、これ何がまずいかっていうと、さっきのメンタルのね、話にちょっとつながるんですが、これ体調管理と一緒にメンタルの管理も非常に必要なの。ちょっと長くなっちゃったけどね、最後行きましょう。ほにゃららを大切にする。今回一番ね、伝えたかったメッセージです。この時期っていうのは、とにかくもうね、いっぱいいっぱいになりがち。あれもやんなきゃ、これもやんなきゃってなります。で、いろんなことに、いろんな科目に目を向けていくと、できないことが目につきます。自分はあれもできない、これも解けないとか、ね、これも覚えらんないとか、いろんなできないことに目が行くんだけど、ぜひ、勉強していって、できるようになったものを大切にしてください。目を向けるのはこっちです、今この時期。あれもできない、これもできないじゃないの。それをできるようにしてって勉強してるんでしょ、みんなは。だから、これができるようになったって、それを大事にする。で、これを大事にする、大切にするっていうのは、いつもね、勉強っていうのは新しいことを覚えるっていうことと、覚えたことを忘れないがセットで勉強なの。
この忘れないって方を大事にしな。いっぱい勉強したのに昨日一昨日やったことができるようになってないって、これメンタルやられるからね。先に進める量が少なくなっても構わない。とにかく勉強したことを頭に残す、できるようにする、残すっていう、そこを大事にしてやっていきましょう。まあそれぞれね、受験生みんなそれぞれ本番の時期は違うと思います。もう今月本番だったり2月3月が本番だったりすると思うんですけど、みんなね、まあもちろん全員合格っていう、その綺麗事がね叶うとは思ってないです。受験だもん、戦いだもん、そこは落ちてしまう、志望校に受からない方も出てくるとは思ってますけど、一人でも多くの方が桜が咲くことを願ってますので、残り受験までぜひね頑張っていきましょう。